写真拡大。巨人6の3阪神、18日、東京ドーム。打って走って、巨人の4連勝に貢献した。育成、主審、支配下3年目の増田大が、決勝の先制的自打2盗塁と大ハッスルした。ふるさとの徳島、阿波市に家族を残し単身、ジャイアンツ寮で暮らす一児の父は、持ち味が出せたと思います。パパやりました。とお立ち台で叫んだ。プロ3度目の先発出場で、原監督の期待に応えた。4回1失1、3塁。フルカウントからの7球目。ガルシアの低め変化球を捉えた打球はぐんぐん伸び、左翼福留の頭上を越えた。二者生還の敵地三塁打となり、塁上で何度も手を叩いて喜びを爆発させた。50メートル5秒9の快速は、走塁でも持ち味を発揮した。6回に四球で出塁すると、自打者小林の初球に2投を決め、2球目にはベンチから盗塁のサインが出て3投にも成功。セーフになると期待をしてくれるからこそ出してくれた。決められてよかった。172センチの小柄ながら見た目以上の体幹の強さを持つ。大学中退後、とび職に突き鉄骨を運び鍛えた打力、総力を発揮だ。原監督も非常に切れ味のない気風、切符がいい野球選手だねと絶賛。今後もスタメン起用が多くなりそうだ。本拠地で阪神戦3連勝。8年連続のカード勝ち越しを決め、勝ち越すだけが目的ではない。勝負は続きますと原監督。一軍戦力を惜しみなく起用し、栄冠をつかむ。